お世話になっております。 WGSL でございます。今夜の動画は都市プロの美しく飛ぶこのドライバーショットを最後までご視聴いただきたいと思います。ということで都市プロのねドライバーを皆さんもねじっくりとご覧いただきながら、ちょっと、ね、今回のトークはね、はい、またまたねちょっとゴルフじゃないんで、はい、WGSL ファンの方以外はねもう離れてもらって大丈夫なんで楽しくないと思うんですけど、はいはいはい、それか無音で音を消していただいて、はい、都市プロのドライバースイングを見てもらうということにしながら、じゃあ今からねちょっとトークを広げてみたいと思います、はい、ということで早速なんですけども、はい、まあ2022年ですか、まあ、思い出に残っていることとか印象に残ったこととか衝撃的な出来事とか、うん、もうやばかった出来事とか楽しかった出来事とか、まあ、いっぱいあると思うんですけど、はい、とりあえずちょっと僕から聞きたいことが1個あります。はい、好きなマクドの種類とかってありますか？好きなマクドの種類、マクドの種類ですかこのタイミングでマクドのタイミングですか？え、なんで？いや嫌いな、いや全員俺より好きやろ。確かに。まあ、ということで、はい、あの2022年って実は、ね、年末一番最後の12月30日のブログマガジンでは、はい、あのおまけ的な動画っていうか、まあ、メイン的でもあるんですけど、はい、おまけ的な動画で、はい、実は WGSL で、はいはい、マクド、はい、全種類大食い企画でものを、ね、撮影しました。はい、ました。はい、もうね手に取ってお正月笑っていただいた方も多いと思うんですけども、はいはい、改めてちょっとね、はい、宣伝するっていう意味でもね、はい、こんな衝撃的な企画をやってたんで、はい、衝撃的な企画です。はい、であのもちろんのことながら、はい、まあそんなことは、はい、フージュンプロには伝えず、はい、一切伝えず、はいはいはい、フージュンプロはなんと、はい、奥田のフルコースを食べれると思って。来たらいきなり店主に並んであると。で一瞬訳が分からなかったらしい。そうです、どうやった？混乱しました。混乱、何ていうんですか、マクドは目に入ったわけやん、はい、目に入って、あの時ってこれ裏話的になるじゃん、買っていただける方からしたら、あれってどう思った、ほんまに入ってきて、うん、マクド並んでて、バーって、いやなんか冗談かな冗談、はい、いやまあなんかバーって見て、あれなんでこんなマクドあんのよで冗談、ちょっと待てよ、あれあのパスタは徳田さんが作るパスタね、パスタ、俺が作るパスタ、楽しみにされてましたもんね。だって一回食べたことは思った家族にも、いや今日徳田さんのフルコス食えろっていいやろしましたで、しかも朝マック食って行っちゃったんですよでしたね朝マック何個食ったんやったっけ？2個で3個できたらマクド全種類やった。待ってくれと、カバン落としましたからね持っとったカバン。あれ確かにカバン落としましたね、あれほんまに気づかなかったです。あれやもんな、その前段階での俺の前振りやな、はい、もう強烈な前振りをして、はい、まああのマスさんには鬼かって言われたから、鬼のもうだから前の日にお会いするじゃないですか、はい、前の日に YouTube の撮影やった、はい、あの時に奥田さんがあれこの人数の量ってどうしたらいいんやろとか、マジで悩んでる感じだったんですよ、はい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 、ああほんまっすよね、みんな食うし、うん、言ったらそれっすよ、舐めてるでしょ舐めてるって言いよったね、マクドっすよ全部演技ですもんね、あれ奥田さんね、全部すごい、そうそう、フリフリフリ、いや全然分かんなかったマジで僕ほんまに分かんなかった。だってもう一人のあの人には、ああ、はいはい、去年の年末のやつはこんなんやったんですよって写真を見して、これを今年僕がやるんですよって言ってわざと見せてるな、あれも、あ完全に信じ込んでましたもんね、完全に信じ込んでたですねっていうのをね、皆さん年末のブログ、まあ、去年の年末撮らせていただいています、はい、結構楽しい動画になったんじゃないかなと思うんですけど、マスさん、これしんどかったんですか、あれ。いや、僕はまあちょうど良かったかなという感じでしたね。マスさんでも一番、あ、全然生きてた、一番生きてたよ、はい、僕も前のやつよりかは全然生きてた、あれはね。でもあの、なんちゅうの、1回5人で、はい、
僕含めてでしょ、はい、5人でハンバーガー50個やってるんですよ。おナチュラルハンバーガー50個、ナチュラルのね、はい、あの1人10個ってやつ、はい、マッさんとフージュンプロとトシプロ食い切ってくれる、そうですね、頑張りましたね。僕はあの1個半でとんだけ余ったっていうのをやってるんで、はい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 、それと比べたらしんどかったんですか。ああでも10個食うと、あいや飽きがなかったんですよね。そうですね、味が変わるから、そう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 、やっぱその分確かに違うんです。違うんやね、そんだけ。俺さあのバーガー食ってないからバーガー食ってないから俺。そうですね、分からへん、サイドメニュー、はいはいはい、分からへん、あのベジタリアンかと思うぐらいの食べ方しちゃう。そうですね、やっぱ神とこだってね、はいはい、やっぱなかなかああいうのは手つけれる、はいはいはい、だってみんなとあの振ってる音がちゃうんですね。そうですね、シャカ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 とか言うとジュルジュルとか。そう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 、ね、2個目は2個目ヨーグルトやったということなんですけど、はいはい、やっぱ一番しんどかったのはじゃあ実はね、うん、この企画マクド電子類の前に、はい、もう一個実はボツにした企画があったんですよ。ボツにあれはしんどい、はいはい、ありましたありましたね、はい、ありましたね。マスさんには、はい、それもマスさんに協力してもらってるのに、はい、ボツにして、はい、もうマスさんに謝って、いやいやいや全然全然全然、あれちょっとごめんなさい、あんま面白くなかったんで、はい、あれはさすがに出せないんで、はい、やった企画を皆さんに今言いますね、はい、あのまあ買っていただいてる方はもうご存知だと思うんですけど、はい、写真とかのっけるんで、ミスド全種類大食いってやつをトシプロ、はい、フジプロ、はい、マツさん、はい、で私を、はい、と4人でやったんです、はい、あのね皆さん一回やってみてください。地獄ですよ、地獄地獄すマジで、うん、あれねまずあの時もフジプロ騙したんですけど、はい、でしたね、はい、フジプロ騙して、はい、フジプロ入ってきた瞬間にまずあの部屋中にあの甘い匂いが充満してるって開けた瞬間甘い香りが何やこれっていうのをやったんですけど、はい、あれは皆さん一回、うん、子供は絶対大喜び、確かにもう、はい、大喜びでした、ね、はい、僕も姪っ子たちに見せた、めっちゃめっちゃいいとか言っていいなとか言って言ってるんですけど、いやお前らやってみマジで、あれはそんだけ、まあ、さっき言いましたよね、マクド10個を食べきったこの3人です、はい、僕以外の、はいはい、がミスドは苦しんだんですよ。あれは、はい、はい、未だに食えないです。僕も未だに食えないです、はい、もう一回も食ってない。ちょっとトラウマ、マスさん言ってもだってもう一生食わへんって、はいはい、マジで食もういらんすね、ほんといらないです、マジでちょっとトラウマですか。トラウマですね。やっぱあのミスドの企画の時を比べたら今回のマクドって余裕だったんじゃないですか。そういう意味では食べやすいです、本当に、ですよね、はい、ミスドはまあ僕言えなそうに言えないんですけど、いやいやいや確かに何食ってないですミスド危ないですよね、やっぱ本当に。体調も悪いと糖分かって危ないですね。やばいですね。じゃあ次は何でやりますか。皆さん何でやってあのね、うん、もちろん年末のねドラマがご購読いただいた方も、はいはいはい、じゃない方も、うん、あの僕たちにやってもらいたいなんか企画なんかがあれば例えばですよ、例えば今やったのがまあ1個はボツにしてる、はいはい、ミスドですよ、はい、で今回年末に出させていただいたのが、はい、マクド全種類、はいはい、もちろんやるとしたら全種類、なるほどなるほど、全種類系、他にはまあいっぱいありますよね。ああまあそうか、まあ似たような感じでっていうところがあったりとか、あと M っていうところ、はいはい、マクドじゃなくてもう1個、はいはいはい、M っていうところがあったりとか、はい、K っていうところ、あ、はい、あ鳥ですよ、鳥があったりとか、あれはやばいあれはやばいですねあれはやばいなんかやってほしい企画があればね、はい、または僕うまいことで僕騙してやるんで無視切られへんようなんですよ、ね、えなんか無視切られへんようなんですよ、怖なるす呼ばれたら本当かな、本当かな、まあそうってそうでも楽しくない、まあまあいきなり食べさせてもらえんの、確かにご飯は、まあ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 、マクドを全種類食べることなんで、ね、ないよ普通の人生歩んでたら、その時に奥田さんのフルコースも食えると思ってたから、何時に仕込んで、あもうあもうできたのかなみたいな、はい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 、あの時間にはと思って、いやいやいや、もう何仕込み仕込み、そう俺のフルコースなんて正直さ別にさ、いつでも食えるわけ、うん、食えるやん、別に俺にさ普通に300万ぐらい払ったら食ったらいいやん、これいつでも食えないそれもそれ
それはいつでも食えるでも食えるよ。でもマクド全種類って、こんな企画でも組まへんかって。確かに、ああ確かに、一人でするわけにはいかんですね。普通のプライベートでそれやろってならへんやろ。確かに、確かに、確かに、プラスに感謝してほしい。ありがとうございます。確かに、ありがとうございます。ということで、はい、今回の動画ではトシプロのドライバーショットをいただきながら、ちゃんと見ていただきながら、こっちのスタッフで、トシプロ大食い企画どうでしたか。最高でした。今日あなたここの撮影に来る前にドライブスルーで何食べましたか。言っていいんですか。うん、グラコロと、チキンナゲット15個。しかもあのドライブスルーに2軒呼んでました。マジっすか。まだ食ってるんですか。まだ食ってるんですか。2軒寄ってんで今日。え、もうか。1回行って食って、そのまままたもう1回通り道のドライブスルーに行って、次チキンナゲット15個買っていいですか。やばいっすよ。っていうところでね、皆さん何か僕たちにやってもらいたい企画、特にあの年末のブログマガジンご購読いただけた方なんかの、はい、僕ちゃんと買いましたよって言って、はい、次はこれが見たいで、これで苦しんでください、これでお見舞いされてほしいというリクエストがあれば書き込んでいただければ、僕実現に向けてコツ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 仕込んでいくんで、僕コツコツコツとね、こんだけ勘ぐってても多分騙されますよね。ですよね。巧妙ですから。そうですね、巧妙です。そこら辺僕とトチプロなかなかうまいんで、はい、全然思わなかったということで、ね、WGS ではチャンネル登録者数10万人目指して頑張っております。こういった形でね、ゴルフのトークはほぼないチャンネルではあるんですけども、映像からはね本当に事実を見せてるチャンネルでありますので、ぜひともチャンネル登録していただいて10万人目指し一緒に頑張っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただいて、コメントをたくさんお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。